あみんないかわごえこんばんみとしひろです。さあさあ今夜も参りましょう。すべての文芸を愛する方々に送ります、としひろの文芸秘密基地。今夜も頑張っていきますよ。自称詩人の私としひろがお届けします文芸秘密基地は、リスナーの方々の投稿作品を朗読でご紹介するとともに、川越市で発行している文芸川越や私が所属しているプリズムメンバーの作品を紹介していきます。さらにロックの歴史を追いかける私が、国内外で気になる楽曲をポピュラークラシック問わず語ったり、 YouTube のアーカイブではアネックス別館として映画の話などもしたりしてますよ。賢い視聴方法は、本放送で楽曲を聴いて放送が終わったらアーカイブを聞くことですね。そうすると別館のおまけの話も聞けますしね。今年もラジオ川越一のアカデミックな番組を目指していきます。さて私の作品読みたい人、いろんなところでね、私の作品が読めますよ。例えば新河市家庭料理の店ゴッツさん、ゴッツさんではお店のチラシに詩を書かせていただいております。もう3作目になるのかな。お店に行くと入り口にチラシが貼ってありますよ。そして車車車は高橋自動車と、私が勝手にテーマソングを作っちゃったのは三芳町の高橋自動車販売さん、販売と修理もする町の車屋さんです。勝手に CM ソング作っちゃったんですよね。さらに埼玉県誕生150周年記念に作られた全63市町村のご当地ソングのうち、伊奈町、川越市、幸手市、蓮田市、桶川市の作詞を担当しています。さらに沖縄、復帰返還50周年の記念ソングの作詞もしてますよ。 YouTube で検索するとヒットします。ぜひ聴いてください。過去には吹奏楽団の音楽監督をしていて、そこで歌曲を2曲作りました。吹奏楽の作詞パートを担当したりもしましたね。ベーシストで作曲家でもある森田明さんとのコラボで歌を2曲作っています。こちらはまだ発表しないんですけどね。今まで創作した作品が掲載された雑誌はユリイカ、現代史手帳、使徒思想、朝日新聞埼玉版、読売新聞埼玉版、埼玉新聞、文芸川越、文芸埼玉、ここは共和国などなどです。また千葉書房発行の川越の建物近代建築編では、いくつかの建物を詩や俳句、短歌で表現したりもしています。見かけましたらぜひ手に取ってみてくださいね。また2008年頃だったかな、発行の生きる私たちの思いという本に写真と作品が掲載されています。座談会にも参加してますよ。第2弾では関東の方に作品載せてもらいました。第1弾は、7万部だか8万部だか売れたそうです。新聞やテレビの取材なんかも受けましたね。そして第1詩集のニュースの時間も販売中。ラジオ川越のイベントでは物販でたくさん購入していただきました。このような活動をしているのが私としひろです。最近はダサティー着て焼き鳥屋などで創作しているので、見つけたら声かけてくださいね。坊主にメガネ、そしてダサティーがトレードマークですよ。川越市内や、新河市駅周辺に出没しています。それではまずは1曲お聴きいただきましょう。はい、お届けしました曲はアニメチェンソーマンのオープニング曲にもなった米津玄師のキックバックでした。この曲はね、なんといってもね、出だしのベースですよね。ここがね、ロックファンにはたまらないビートというかグループなんですよ。米津さんの音楽性は、音楽性は唯一無二な感じがするんですけどね。声とあのメロディーラインが魅力ですよね。米津さんは、新ウルトラマンの主題歌も担当していましたし、こういう主題歌系もね、いいんですよね。レモンで注目を集めて以降、トップミュージシャンとしてのキャリアを重ねているという感じです。これね、それでこのチェンソーマンのアニメのオープニング映像もね、結構面白いんですよ。いろんな映画のワンシーンをオマージュしている感じなんですね。例えば、タランティーノのパルプフィクションとか、あとコーエン兄弟のビッグリボースキーとかね。
そういった映画好きにもたまらない映像になってるっていうのが嬉しいですし、私はね好きなんですよ。で曲もね、進行が急にバラード調になったりとね、結構サプライズな構成で海外の人もびっくりっていう感じなんです。ハードロック調でありながらも、まあ、やっぱねちょっとオルタナティブな香りもするところが、個人的にはドストライクでした。アニメの主題歌は世界的にも人気が高くて、このジャパニーズカルチャーの象徴というような感じもしますね。こういう曲は今後もかけていきたいと思います。さあ、女性詩人の集いしラボーグとのコラボ企画です。まあコラボ企画って言ってもね、作品を紹介するっていう番組の流れ通りなんですけどね、今回はボリューム1からのご紹介です。このねボリューム1では雪柳青子さんが宮尾節子さんと対談したレポートが掲載されています。どのような思いを持って詩詞を創刊させようと思ったのかが垣間見れる内容になってますね。私が参加しているプリズムでも詩作品の他にエッセイのような散文も掲載されています。いつもね番組ではね、詩人は作品で語ってなんぼみたいなことを言ってますが、作品と散文が一緒に掲載されることで馴染んでくるものがあるのかもしれません。私もねプリズムの第2次10号では久々にエッセイ書きましたけどね。このラボーグのレポートは女性ならではの感覚を知ることができるので、女性の方は特に共感できる部分が多いんじゃないでしょうか。気になる方はね、ぜひ読んでいただきたいと思います。さて、作品紹介ですが、野宮ゆりさんの鏡の記憶をご紹介したいと思います。ボリューム1ではテーマ生まれると自由詩の2種類が掲載されていますが、これは自由詩の方です。鏡の記憶。異国の壁に吊るした鏡はいつも曇り空、光を薄く反射して、あの頃日向でひねもすまどろみ、まだらな虚空を眺める母の視線と同じ。私が姿を映すと、埃に煙る銀色の目を久しぶりと向けてくる。私も昔と同じに書ける言葉を無理に探すのをやめて笑ってみる。鏡が映す真実の虚像の歪んだ二重写しの人生、欲しいものだけを見てうつろに幸せそうな母の目を、そして何もかも問いすぎていった私の若さ、互いにちぐはぐでやりきれなさに負けて背を向けるほかなく、まぶたを開けて記憶の部屋を出る。甘えるように思い出をわざわざ波立て、いない人の肩を揺さぶるつもりが、聖者の浅はかな思惑は水底すれすれをかき回すだけ。鏡は鏡、離れるたびに私を映したことを忘れ、あとは見事に沈まる。いつか私も沈む湖。はい、詩的表現っていうのはね、距離、ディスタンスだと思うんですよね。いかに自分自身と距離を離して語るかっていう部分は、詩における有意義な取り組みの一つだと思うんですよ。そういう意味ではね、野宮さんの作品はそのディスタンスを意識した出だしになっているのが印象的でした。鏡というモチーフはね、詩作品においてはよくあるもので、そういう意味でも詩的表現を意識しているのかなと思いましたね。自分の内面を見つめ探っていくというのは感覚的には接近ですが、だからこそ表現にはディスタンスを用いたいんですよね。作品の後半、接近をしながらもそこかしこに詩的距離感を感じさせる表現があって、しっかりと作品をまとめているなという感想です。このね、接近が過ぎるということになると、まあ、つまり自分語りが過ぎてしまう可能性もあるので、この部分のバランスが難しいなと思いました。最後までね、鏡というモチーフが生きたのかもしれませんね。私個人はね、自分語りは恥ずかしくて生々しくなるので、詩ではあんまり表現しないんですけど、
野宮さんの作品がね、このように成立するというのは、そもそもスタート地点で一定のディスタンスを作ってるのかもしれません、作っているからなのかもしれませんね。いやね、自分なりにアウトプットを持っているんでね、読んでて面白かったですね。野宮さん、今後の活躍を今後の活躍も期待しております。ラボーグの作品は今後も番組で紹介していきたいと思います。はい、プリズム第2次9号からは、小野博さんの作品をご紹介したいと思います。月の塩と少女よ泣かないで、この2本をお届けしたいと思います。月の塩。満月の夜に汲んできた海水で作った塩は野菜料理に使う。新月の夜に汲んできた海水で作った塩は肉料理に。満月の夜は男に愛を告白させ、夜のヨットが女を誘う。新月の夜は女に愛を告白させ、夜のヨットが男を誘う。少女よ泣かないで、街は壊され、君の日々は壊される。今こそが青春の時なのに、友達と語るひとときを奪われ、家族と食事をする家もない。瓦礫の中を逃げ惑う少女よ泣かないで、人生の中で最も輝く時に正義と正義がぶつかり、君の自由は奪われる。庭に咲いたタンポポを見ながら、僕はただ祈ることしかできない。少女よどうか生き抜いて。はい、小野博さんの作品ですけども、一つ目に読んだ月の塩っていうのがね、これがね非常に3、4行、4行、4行、3行、3行の4連構成で、短い割にはね面白いと思います。この夜汲んできた海水で作った塩はっていうね、満月、新月、それぞれ、まあ野菜料理に使う、肉料理に使うっていうのは、まあ一応追句的ではあるんですけど、ちょっとね生活感が出過ぎかなっていう気がしますけれどもね。で、まあ後半の方も満月新月で、まあ夜のヨットが女を誘う、男を誘うっていう、ここのね女を誘う、男を誘うっていうのが、もっと詩的世界を拡張させてもよかったかなっていう気がしますけどね。でもね、小野さんの作品の中ではちょっとこの、面白い感じがしますね。具体的なこうどことかいつとかっていうのがこう見えてこないところが、また詩的世界になってて面白いなと思います。で、少女よ泣かないでの方はちょっとね、ここは現実的な内容になっていて、途中正義と正義がぶつかりなんていうのがちょっとねアフォリズム的な主張になってて、まあ当然そういう主張を詩の表現の中に入れ込んでくる人はいるんですけど、ちょっと現実主義的なというか、結局こう最後に向かってこの詩的なイメージがこう膨らみかけているのに、ちょっと膨らみきれなかったみたいな、最後タンポポなんていう言葉は相当このインパクト的には詩的世界を広がることができるためのキーの言葉になるような気がするんですけどね。だからこの最後もね、僕はただ祈ることしかできない、少女どうか生き抜いて、このどうか生き抜いてっていうのをもっと言わないで悟らすっていうところがね、こうだから言うべきことを言わないで分からせる、でも言うべきことを言わないで分からせるってことは、分からない人も出てくるっていうことですよね。で、分からなくてもいいっていうスタンスなんだと思うんですよね。だから伝えたいがね強すぎるとね、やっぱりちょっとこう先手を打ちすぎちゃうというか、まあ、先走るとまでは言いませんけど、ちょっとやっぱりね、こう読者に対して親切すぎるんですね。もっと詩っていうのは読者に対して不親切でいいと思う、不誠実でいいと思うんですね。
うん、そこら辺もね、最近こう自分がノマドでピアニストの先生とやりながらそう思うようにもなってきてるので、ちょっとねあんまりこう親切になりすぎないで、分かんなくてもいいよ、分かっても分かんなくてもいいっていう、そういうぐらいの立ち位置の方が逆に伝わってしまうんじゃないかなっていう気はしますけれどもね。でも今回小野博さんの作品はとても面白かったと思うので、なんか個人的にはねこの路線ちょっと進めてほしいななんていうふうには思います。はい、川越市又和の伊藤翔一さんの、2024年1月に送られてきた作品をご紹介します。はがき5枚分ということでね、週1以上のペースで送っていただきとっても嬉しいです。山彦ももう疲れたと生返事。アリさんは菜園一の情報屋。鷹一つ飛んで平和の夢を見る。竹光の侍たちが傘を張る。お父さんスマホ握られ観念す。友の瀬が早弁隠す隠れ蓑。喧騒の巷をネタにおでん食う。明けガラス、年をまたいで飛んでいく。さらさらと書かれた念がもう来ない。山登り、教えてくれた日和田山。1月28日の おはがきには、私のね、共通の知り合いの方が将棋教室を始めたという話が書かれていました。これね、確かね、新聞にもね、記事が出たんだそうですよ。アマ5段っていうことでね、相当の実力の方らしいんですよね。そして、FM 岩沼で伊藤さんの作品が添削されたんだそうです。元の句は、雪明かり、影の胞子が凍えてる。を、雪明かりの中でポツンと影胞子。これね、私もね、確かにね、字余りは少し気になりますね。元の句の凍えてるがね、多分説明的な印象なんだと思います。そこにポツンとっていうオノマトペを入れるのはまあアイデアですよね。でもね、まあ個人的にはいつも言ってるように定型重視主義者なんでね、なんとか五七五にまとめられたらなぁと思っちゃったりしますね。喧騒の巷で巷をネタにおでん食うは FM サンキュー川柳の時間でひろこ賞を受賞したんだそうです。昨年の大晦日に日本唯一の、アブト式鉄道に乗車したってことも書いてありました。いろんなところへ出かけるっていうのは良い刺激にもなりますからね、羨ましい限りです。はい、それでは時間もあるみたいなのでノマドの演奏をお届けしましょう。2024年の2月の7日に練習した時の様子です。曲は Be Quiet、 曲はカミーユの空、ジベルニーの怪物、サンラザールの朝という作品群です。それではお聴きください。
どこでも明るく爽やかだから、明日からは青空ばかりが続くでしょう。あなたが言った空だから、きれいな紫の怪物が一匹、それでも紫を求めてさまよう怪物は自分の紫の腕に気がついた、自分の紫の足にも気がついた、そして自分の紫の腕にかじりつき、自分の紫の足を食いついた。そして水面に映る自分を見つめ、最後のアイリスだと思い込み、湖の中へ消えていった。森には怪物もいなくなって、緑の葉だけが静かに揺れている。ジヴェルニーの怪物。おまけのコーナー、トシルの文芸秘密基地沖の皆さん、アネックス別館でございます。番組表の方ではね、米津玄師さんのキックバックかけましたけれども、前にも番組でかけましたけどね、マネスキンというイタリアのロックバンドの曲をかけたんですけど、まあね、日本の CM でも使われて、それでこう目に留まっておって思ったわけですが、まあそれでもね、やっぱね、1曲よくてもまだなんですよ。2曲3曲といい曲がないとおーっていう感じにならないんですけどね。たまたまね、この前時間があったんでね、 YouTube でざーっとかけ流してみたんですけど、いやね、マネスキンね、どの曲もいいですね。もう一気に、CD が欲しくなっちゃいました。これマネスキンはね、ちょっと今現状、現在世界でのロックバンドの先頭を切ってる可能性っていうのはね、結構あるんじゃないかな。やっぱね、独特なね、あの歌声と、やっぱりのハードロック、ハードロックが貴重なんだけども、ちょっと、ヒップホップというか、そういうこうね、喋り系もラップ的なノリの歌い方もしたりとかして、
当然バラード風な曲も入ってるわけですから、これねちょっとね、もう一回改めて注目していってもいいのかななんていうふうに思っています。ちょっとねまたねもしかしたら表の方でかけるかもしれませんね。で一方ですね、最近ねちょっとずつねまたDVD を集め出しております。で基本的にねもう鑑賞できれば何でもいいんで、ヤフオクで安いのからどんどん落としていくんですけど、最近買ったのがね、SR 埼玉のラッパーっていう映画があるんですけど、これ1、2、3とさらにドラマ版とあるんですけどね、これの1、2、3 DVD 購入してしまいました。これがねまたねちょっと切なくて、どうなんだろう、映画の出来としてはもしかしたら良くないんじゃないっていう人も割といる系なんですけど、まあ、演技もそんなでもないんですけどね。でもなんかねちょっとこうストーリー展開がねちょっと面白くて、で1と2は、主人公グループが違うんですよ。で3がまたね1の主人公に戻ってきて、まあ、ドラマも、まあ、当然そのオリジナルファーストのメンバーがドラマでも進行していくんですけども、ね、これがねちょっともう一回ね見てみたいなと思って、まあいちいちレンタルするのもね何百円かかるんで、だったらその3本レンタルするお金で買っちゃえみたいなところでね、安いところで落札しましたね。これがねちょっと今楽しみなんですけどね。それからね最近買ったのが、天使の処刑人、デイジーバイオレット&デイジー、天使の処刑人バイオレット&デイジーってね、これもね面白いんですよ。若い女の子が、暗殺家業をやっているっていうところで、そこでまあちょっと自分が死にたくて自分の殺害を依頼した依頼人と出会ってうんぬんかんぬんっていう感じ。これねシアーシャ・ローナンっていう女の子が出てきて、これがめちゃめちゃ美形でね、このシアーシャ・ローナンっていうのは年前なんだろうな、スピルバーグが制作総指揮かなんかをしているラブリーボーンっていう、ちょっと死んでしまった女の子の霊が出てきてうんぬんかんぬん、でもねそんなに全然怖くないっていうね、ちょっと不思議な映画があったんですけど、評価はそんなに高くないかもしれないんですけどね、それに出てた女の子なんですよ。まあ成長したけどね、随分素晴らしい女優になっております。これ若い女の人が2人組で処刑になるって、あ処刑じゃない暗殺者になるっていうのは日本の映画でもね最近ね、何でしたっけ、ベイビーワリキューレだっけ、っていうのが出ているんで、そこら辺がねちょっと真似っこかななんていう感じもしてるんですけども、テルマ&ルイーズっていうのがやっぱり昔の映画であったんで、そこら辺かな。でそこら辺が元っぽいことを言ってるんですけどね、このベイビーワルキューレは1があって2があって今度3が公開されるみたいですね。アクションスタントをしている女性が、まあ、主人公役をやってるっていうことで、ちょっとねまあ面白い設定はねそうやってよくある感じなんですけど、ちょっとね演技的にはね俺はどうなのかなって1見て思ったんですけど、ちょっとまだ2が見てないんで2をレンタルして見て、で3を劇場で行こうかなっていうふうには今考えております、ということでね、最近はちょっとなんだっけな、フランス映画のね小さな悪の花っていう、ね、これもちょっとラスト衝撃的だったんですけどという映画とか、あと80年代の、まあ、スラッシャーホラースラッシャーホラーっていうんですかね、殺人鬼物、もう13日の金曜日のこう劣化版の劣化版っていうバーニングっていうね、80年代このでっかいハサミでジョキジョキやっちゃうっていうのね、これ結構衝撃的なシーンが多くて海外では上映禁止食らったっていうような映画があるんですけど、それもねやっぱ結構ね怖くてね、その殺人鬼の名前が日本だけねバンボロっていう名前で、それだけ覚えてたんですけどね、どうやら映画の本編では違う呼び方してるんですけど、それがねちょっと記憶に相当その戦慄に残ってて、ちょっと探してたんですけど、もちろんレンタルでないんでね、そしたらこれもやっぱり、DVD 入手することができたので、それもね見てね、やっぱ80年代ホラーいいな、
ていう風な感じで思ったりしておりました、そういうねちょっとなんかあのレンタルではちょっと借りられないようなちょっと B 級な映画っていうのを少しミスターブーもね、CD 買い始めてますので、ミスターブーと、第2作目のインベーダー作戦、そして第3作目のギャンブル大賞、ここまでは私好みなのでちょっとこの3本ねちょっと集めたいななんていうふうに思っております。割とね、サブスクで見やすいシリーズと、やっぱレンタルでも借りにくいシリーズってあるんで、ゴッドファーザーは全部 DVD 集めましたけどね、仁義なき戦い、仁義なき戦い昔集めたんだけど、これがね全部売っちゃったんですよね。一回断捨離しちゃったんで、もう一回集めるとなるとタランティーノ作品の DVD も全部断捨離しちゃったんで、やっぱりキルビルもう一回見たいななんて思うとなんですよね。だからそういうヤフオクとか、あとはそういう DVD ブックオフみたいなね、ああいうところで DVD 安く売っているところ、中古屋さんとか巡りながら、いやなるべく安い値段で手頃な値段で手に入らないかなって今狙ってるところなんですけど、できればね500円以下で買いたいですね。そんな都合のいいことでいくもんかと思うんですけども、そこはねちょっとこうもうなんか時間が経つにつれて、DVD がたくさん出回って中古市場にも出回るとやっぱ値が下がりますからね、そういうとこちょっと狙っていきたいななんていうふうに思っております。本当はね漫画もねちょっと全巻揃えをしたいんだけど、今ねジョジョの今最新作のジョジョランズ、これをね単行本がもう3巻ぐらい出てるらしいので、ね、もうやっぱ単行本買っちゃおうかなっていうような気がしております。あと昔のね漫画ね一気読みをね、浦沢直樹のモンスターだとか、あとギャラリーフェイクも欲しいんですよね。あとはね藤子不二雄 A のマタロウが来る、これもねちょっと読みたいです。あの、ね、マカロニほうれん草好きだったんだけど、これもね前巻買ったんだけど断捨離しちゃったんだよな。もう無駄なことばっかりやってるんですけども、まあでもしょうがないよね、まあ、そこから激戦して集めていくっていうのもまあありかなと思うんで、読みたい漫画はねいっぱいあるんですけども、まあそういうのもね、サブスクでこう無料でちまちまと見るような感じをしたりとかして、修羅の門とかね、修羅の門好きなんで、修羅の時も好きだしね、ちょっとね陸奥延明流追いかけたいなっていう気持ちもあったりするんですけども、まあ、エンタメ系はねそういう感じでぼちぼちですよ。 CD の方も少しずつ、まあ、番組で書けるようにね、入手はしていっております。やっぱ最近ねどうしてもよ、まあ、クラシック系が減ってきてるんで、ちょっとクラシックもねちょっともう一回聞きたいななんて言って CD 探すと結構また買うのが大変になっちゃうんで、物欲はないんですけどね、やっぱそうやってこう番組用って考えるとちょっと手元に持っときたいなっていうのがあるんで、そういうところを少し今後やっていこうかなっていうふうには思っております。でそんな感じなんでね、実は最近ね詩が書けてないんですよ。だからそこもねちょっとなんか、この前たまたま一人で飲みに行く機会が、最近ね一人飲みに行くことも少なくなっちゃったんですけど、その時にねいつも行ってるとこじゃないとこたまたま入ったんで、その飲みついでにですね、割と早い時間だったんで、お店も空いてたんで、そこでいくつか打作をいくつか書き留めておきましたけどね、そんな時に書いた、まあそれがね一応ね作品として一つ完成したのを書いてるんですけど、後ほど見てそこからそれを構想にして、それをピースにしてまた新たに考えていくっていうのがね、結構ね時間をかけない派なんでね、だからこう出てきちゃえば一気なんですけど、出てくるまでが時間かかるっていうことでね、まあもちろん私生活というか、まあ、仕事のもありますし、こういう番組もあるので、そういうところにかまけていると確かに詩を書くモードに頭がならないっていうところはあるので、本当ね
ありえないんですけども、どっか遠くへ行って知らないところに行って1週間ぐらい詩を書くだけのダラダラとっていうのもいいかななんて思ったりするんだけど、そうもなかなか行かないんだよな。そうは言っても出かける人も大変ですね、お金もかかるしなんていう感じでね、やっています。だから今ね、自分がちょっと今瞑想状態なんですよ。目標を見失ってるってわけじゃないんですけど、まあ、仕事もねそこそこ忙しくなってるんでね、仕事やってる時にはだからぼーっとする時間が欲しいで、ぼーっとする時間で、詩のモチーフが出てくると、今ねよしよしって思いながらね書いてる感じなんでね、ちょっとそこら辺が少し時間欲しいなっていうのは確かにあります。で最近ねちょっと去年1年間、ちょっと武者修行に行ってたんで、そこでねちょっとこうマンホールカードもね今ピタッと止まってるんですよ。もうどんどん新しいのが出ているのと、あと一昨年ぐらいまで盛んにね回って集めていた時に、品切れで配布してないっていうのが配布再開っていうのがいくつも出てきてるんですね、稲城のガンダムシリーズもそうだし、埼玉県だと吉川町も再開っていう、それでもねパッと行けてないっていうところがね、ちょっとやっぱり生活パターンが変わっちゃったなっていう、そこら辺もまた少しこのマンホールカードをもらいに行く旅、それでこう休日を使ってそのついでに鉄塔を写真撮るというサイクルをねやりたいんですけどね、最近ちょっとどうしても仕事が忙しいで、週末になるとお酒を飲む、そうするとお酒を飲むと次の日の休日はもう一日だるくて、もう動けないっていう、もう二日酔いはねひどくないんですけど、最近はその体がだるくてねもうゴロゴロしちゃって何もしないでっていうのが多いんで、そこら辺がねちょっと、どんなもんかなっていうふうに思うんですけども、でちょっとねそこら辺は少し改善しながらね、良い番組を作るためにまたもがいていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあまあ短く喋るつもりが結構長く喋っちゃいました。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。See you 川越、お疲れっティー、アリエッティー。